どうも、デュエリストの当選です。このアタッシュケースは海馬コーポレーションのものを特別にいただいておりますということで、今日はね遊戯王やっていきたいと思います。イエイ。なんとですね、今度遊戯王の大会にね出場することが決まりまして、今日はちょっとその特訓をしたいなと思ってサブチャンネルを撮っております。本番の大会ではその4つのデッキを使うんですけど、そのデッキを開発してくれた方が今日来ておりまして、その方と特別にデュエルできるということなので、ちょっとデュエルしてちょっとねこここういう感じで教えてもらったりとかしながら、ちょっと本番まで調整していきたいなと思います。ということで早速始めていきましょう。はい、ということで早速デュエル始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね4つのデッキがありまして、ブラックマジシャンデッキ、ブルーアイズデッキ、ギアフリードデッキ、アトランティスデッキの4つがあるんで、何使っていこうかな。まあでもさっきね海馬コーポレーションのね私ケース持ったんで、じゃあ今日はまずは僕はじゃあブルーアイズ使いたいと思います。はい、はい、何使いますか。じゃあそうきたらブラックマジシャンで、おー海馬と遊戯のね熱い戦いですよこれは。じゃあ使っていきます。これかな。はい、はい、緊張するな。はい、じゃあもう始めていきますか。はい、すごいもうシャッフルから慣れてるのが伝わるよっていうね緊張するな。なんか遊戯王、人前で遊戯王するの初めてだ。初めてかもしれないこれ昔ね、大会とかで出たことあります。じゃあこんな緊張するというのがあるのか4000でやったり8000でやったりするんですけど、今回4000ということで、アニメとかあとね4000が多いですね基本的には。それではメインフィールドに入りまして、はい、窓開けリジョンを通常召喚します。はい、そして、窓開けリジョンの効果発動します。はい、このカードが表側でいる限り一度、魔法使い属の設定を、アドバンス召喚追加することができます。はい、なので窓開けリジョンを兼任して、だからカオスマジシャンを召喚します。はい、そして墓地に行った窓開けリジョンの効果発動します。はい、このカードがフィールドから墓地に行ったとき、デッキか墓地から、通常モンスターの魔法使い属モンスター一体を手札に加えます。はい。はい。はい。では、ブラックマジシャンを、デッキから手札に加えます。エースが決まってきちゃいましたね。はい。相手のデッキ。遊戯王ってね普段なんだろう天空とかでデュエルしてる遊戯たちの気持ちが分かってきますね。ここ全然天空じゃないですけど緊張するんですね。カオスマジか。じゃあマジかマンジゴット通常召喚します。はい、マンジゴットは召喚判定召喚してもらった時、自分で行ったら儀式モンスターまたら儀式のほかと。するのはこちらの方のカードをこちらで、はい、はい、はい、いいです。じ
その後、オートの時の効果で手札から、はい、マジックトラックカード1枚を伏せます。はい、では、ね、ドローフェーズ、はい、はい、ドローします。スタンバイメインフェーズに入ります。はい、じゃあそのままバトルフェーズに入りたいです。はい、カオスマジシャンで攻撃宣言したとき、トラップカード、はい、マジシャンズサークルを発動したいです。はい、と魔法使い族モンスターが攻撃宣言をしたときに発動できて、はいはい、お互いにデッキから攻撃力2000以下の魔法使い族モンスターを1体攻撃表示で召喚します。こちらデッキでいないので、そうですね、はい、はいはい、よろしいですか。よろしいですね。はい、ではお注射天使リリーを特殊召喚します。はい、そのまま何もなければカオスマジシャンで攻撃を突破したいです。はい、ちょっとですね、両方飛ぶと4000です、ね、ではトラップカード発動して、はいはい、サンダーブレイク、はい、で手札から一応ブッポチにすることで、はい、フィールド上の、カード1の選択を破壊するのが、こちら、コースマジック、コースマジック、はい、じゃあチェーンで、はい、手札から検証マジックを発動したいです。え、マジか。はい、はい、魔法使いとモンスターが存在するときに発動できます。はい、はい、自分のモンスター1体を検出を上げて、その後手札から魔法使いとモンスター1体を特殊召喚し、はい、他のモンスター1体を破壊できます。チェーンはないですね。ないです。はい、じゃあコースマジシャンを危険にして、ブラックマジシャンを特殊召喚し、マジゴットを破壊したいです。まあ、破壊するしかないですね。はい、そしてこいつはチェーン、モンスター対象する効果なので対象がいなくなって9月に持ったと。はい、そのまま何もなければ何もないです。バトルフェーズでブラックマジシャンにダイフタックしたいです。うわっ1500ですね。はい、そしてその後リリーで攻撃宣言をし、はい、効果発動したいです。ライフポイントを2000支払うことによって、そのバトルの間攻撃力を3000ポイントアップさせます。はい、はい、今もう声が震えてるのかな。はい、ありがとうございました。はい、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。ディメンションマジックは手札から発動する。うわ、マジか。速攻魔法なので。そうですね。すね、いや、これどうすればよかったの。いや、これはちょっと、こちらの手札が相当揃ってたので。まあ、あれか、先制復帰伏せといて、マンチボットでなんとか壁にするのしかなかったかな。まあ、そうです。それがあれば結果的には耐えたかなとは思いますけれども、まあそこで3枚伏せる勇気はなかなか、いや、そうなんですよ。結局伏せる勇気はないから、はい、そうなると、そう、カオスマジシャンが魔法を効果を受けないから対象とする。だからこいつが使えないことが分かってて、で、まあ、こいつを伏せておけば、まあ、2分の1でこいつが破壊されれば、まあ、美味しいなぐらいの破壊されたまでよくて、ああ でサンダーブレイクが残ったから、カオスマジシャンだけで攻撃していくんだったら耐えるなと。でもその後ディメンションマジックによって更新されるとは思った、はい、一応です、カオスマジシャンモンスターの効果対象だけで、あ、モンスターか、あ、月の書も受けます。あ、モンスターか、魔法だと思った、はい、すいませんでした。いや、待って、こんなあっさり負ける、これ本番やられたらマジまずい。いや、これでもどうしようもなかったよ。いや、次何引いてたんだろう。あ、いや、これじゃあ、これじゃあ、そうですね。そうか、ちょっと、じゃあちょっと、まあまあ、一旦相性が悪かったということで、ちょっと違うデッキにしようかなと思いますね。はい、うわ、マジか。まあ今、その、サンダーブレイクにチェーンされたときに、あ、終わったな。この状況でチェーンできるか相手カード、おそらくディメンションマジックだと。そうですね。絶対ダメだなと。だからディメンションマジック活動されて終わった。マジか。じゃあちょっとどうしよっかな。ちょっとまあギャンブラーとかあるんで、ちょっと城之内のデッキにしようかな。はい、あのギアギューデッキにしようかな。はい、はい、それではまあ最後のアトランティスのデッキ。はい、いやー、ちょっと待って、そうかあれはやばい、あれマジで実況ももうどうしようもないもんな。あ、終わるなと思って、あ、終わったっていう、その何もコメントできてなかった。いやー、そうか。いや、でも耐えるしかなかった。いや、まずあそこで先行取らなかったら、もしかったかな。先行取って間違ったかな。いや、そんなにないかな。4000っていうライフのルールのもとだと、
先行取った方が先行的にはいいかもしれないですね。基本的に先行取った方がいいから、はい、あと先制復帰伏せるのもありだったかな。ブラックマジシャンには大嵐が入ってないのでそういやこれちゃんと全部覚えないとな。ブラックマジックは入ってるんですけど、そうかブラックマジックなんで、ブラックマジックであればサンダーブレイクでカット付きの書どっちかが残ってれば対処できるので、確かに出てきた時点で裏にしてしまえば、そうですね、なので伏せた方が良かったかもしれないですね。本番こういう感じなんですかね。ちょっと僕の今までのデュエル人生の中でもかなりハードなデュエルが展開されてます。そうです、じゃあいきます。デュエル、最初はグーじゃんけんぽい、じゃあ先行で、はい、はい、はい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 、じゃあいきます。じゃあ僕のターン、はい、ドローペースいきます、はい、ドロー、はい、さっきのを見るとこうノリでできないなっていう、その一手一手めちゃめちゃ考えなきゃいけないなっていうのは伝わってきてて、また伝わってる時も身に染みたんで、すまね、まあじゃあスタンバイフェイズ、はい、なりますね、はい、じゃあメインフェイズで、はい、メインフェイズなんで、はい、じゃあ増援を発動します、はい、はい、でかレベルメーカーの戦争コンセプトでね、こうやってキャッシャップすると、はい、このデッキをシャッフルするがね、効果ではないことで知られるデッキをシャッフルするですねそうですね、はい、はい、こういうね遊戯王ルール小ネタを挟んでいくということでね、はいこれはねちょっとね言ってが怖いな。じゃあコンロースレベルです、はい、はい、お手伝いください、はい、はい、では、コンロースレベル検証を表して通常召喚します、はい、大丈夫です。で、カードを伏せて、メフィズ2を飛ばして、これでターンエンドで、はい、じゃあドローフィーズでドローします、はい、ただ遊戯をやってると思ってるし、みんなこっちの緊張をまず考えた方がいいよ、はい、ちょっと視聴者の皆さんに声をかけたところで、はい、いやー、ステージが嫌ですね。まあそうですねいやーこの感覚いいな、マジで楽しいな、相手何してくるんだろうなっていうところが楽しいですね。じゃあモンスター1体セットし、はい、カード1枚セットして、はい、このままターン終了です、はい、じゃあ僕またドローに入ります、ドロー、スタンバイフェイズ、はい、メインフェイズ、はい、メインフェイズ、はい、モンスターを僕は終了してセットします、はい、バトルフェイズ、はい、いきます、バトルフェイズで本能スリープの剣士で相手のカードモンスターを攻撃します、はい、はい、じゃあ、こちらは黄泉へ渡る船です、時速1400なので、はい、何もなければ戦闘破壊されないんですが、こいつの効果は戦闘破壊されたときにその相手のモンスターを道連れで破壊するという効果です、ね、はい、このまま何も、はい、発動せず入っ、はい、ていきたいと思います、はい、で、バトルが終了します、はい、で、メフェツに行きます、はい、で、さらにカード1枚伏せて、これで、ターン終了します、はい、ではエンドフェーズ、はい、写真の竜巻で、今伏せた方のカードを、このカードですか、はい、はい、破壊、はい、大丈夫です、はい、これです、はい、はい、そうですね、ダイナマイトは装備状態ではないと効果がないので、はい、はい、はい、ではドロフィーズ入ります、はい、スタンバイメインフィーズに入ります、はい、テラフォーミングを発動して、うわー、やめてほしい、走れ、いいですよ、いや、いいです、はい、やめてほしいって心の声であってやめてほしいというだけなので、いや、そのまま伝説のエアパートアーティストを手札に加えます、はい、デッキめっちゃ全部覚えた方がいいな、そうすれば最適化、そうだね、不動優勢とかそうですもんね、全部デッキ把握してて、はい、勝利の方程式に散るんで、まあ、そう罠と伏せられるモンスターは覚えておきたい、そうですね、はい、もう今事実上ペガサスジェイクルホールすべて読まれてるから全部そうよ、私あのエルフの剣士がこちらとしては面倒くさいので、
そのまま、先ほど加えた伝説のミノアトランティスを発動します、はい、遅延はないですか？遅延はないです、はい、はい、では、伝説のミノアトランティスの効果で、はい、手札の水属性のレベルが1つ下がっていますので、はい、ギガガギゴを通常召喚します、はい、で、そのままバトルフェーズに入りたいと思います、はい、ただエルフが戦闘破壊されないのでおとなしく裏を殴りますか、ギガガギゴで、セットモンスターを攻撃します、はい、聖なる守り手です。聖なる守り手リバース効果でフュージョンを表が表示でモンスター一体的に芝居に戻す、さらに、フュージョンを表示で戦術も存在する場合、フィールド上の表が表示モンスターを持ちに手札に戻すことができるというカードで、はい、まあ、まずこれはですね、戦闘破壊は、あ、そうですね、戦闘破壊は戦闘破壊でして、はい、この状態で、1枚をデッキの上に戻して1枚の上に戻すんですね、はい、マジだな、しまいましたね、でこれを一気に芝居に戻してこちらを手札に戻します、はい、はい、です。でこちら戦闘破壊確定しているので、はい、破壊されます。リバースモンスターで戦闘破壊確定したらもうそれはいかなる効果で落ちていくんで、ここら辺でルール間違いやすいんでね、ぜひ皆さん気をつけて遊んでほしいですね。それではメインフィールド2に入りまして、はい、カード1枚に寄せて短縮秒です、はい、じゃあドローペイでいきます、はい、ドロー、あー、はい、3枚フィーズ、はい、何の試合ですか、何の試合です、はい、では、メインフィールドに行って、はい、次元の選手を紹介します、はい、大丈夫です、はい、それではバトルフィーズをします、はい、じゃあ本能スレッドを禁止でダイレクトアタック、じゃあ攻撃宣言値、はい、聖なるバリオミラーホースを発動したいです、はい、はい、なんでそこでじゃあバトル終了でメインフィールド2でさらにカードを伏せてターンエンドです、はい、ではドローフィーズを移動します、はい、スタンバイメインフィーズに入ります、はい、手札2枚ですよね、2枚です、はい、なんで手札の枚数も確認したんだ、さあってお互いにモンスターですよね、相手は今確実にギガガガギゴを引いている。そして海を渡る船も出てる。相手は何ですか？あ、こちら4枚です。4枚、はい。で、2枚が。そうですね、2枚が。2枚はまだ分かってない。楽しいね、遊戯王ってね。やっぱね、楽しいね。この、相手ターンが結構楽しいよね。待ってる感じがね。相手が何してくるんだろうって。じゃあ、モンスター一体設置して、そのままターン終了です。はい、わかりました。じゃあ僕のドローフィーズ入ります、はい。ドロー。ザンバフィーズ。はい。じゃあメインフィーズ。はい。じゃあメインフィーズで強欲なツボを発動します。はい。はい。デッキからカード2枚移動します。はい。はぁ。うん。攻撃できない。うん。鉄の騎士ギアフリードを召喚します。はい、大丈夫です。何もないですか。はい。では鉄の騎士ギアフリードで、はい、壁モンスターを攻撃します。はい。では読みに当たる船ですが、はい。何もないです。はい。はい、では戦闘破壊され、読みに当たる船の効果でギアフリードを破壊します。はい。でメインフィールド2で、はい、これで短縮をします。はい。じゃあドローフィーズ、はい、戻します。いや、あいつやっぱ残しとくと良くないかなっていうのは思ったんで、いつかは交換。発動されちゃうんじゃないかなと思って、裏側守備表示で召喚されるっていうのがでかいです、裏側で出されるっていうのがでかくて表側じゃなきゃ処理できないかと思うんで、それではスタンバイ、はい、フィジ入ります、はい、ではギガガギゴを通常召喚します、はい、そのままバトルフェーズに入りたいです、はい、でギガガギゴを2650でダイレクトアタックしたいです、じゃあそれでこういう宣言につけたことを発動してはい、はい、破壊です、はい、はい、それではメインフィーズ2に入って、はい、このままターン終了です、はい、それでは僕また行きます、はい、ドローフェーズドロー、サーバーフェーズ、はい、ないですね、はい、じゃあメインフィーズに行きます、はい、メインフィーズで戦士の生還を発動します、はい、でも戦士ですね、自分の墓地から戦士の雲を伝えたりを選択していただきます、戦士の主義は大丈夫です、
で、手数にギャフィードを召喚します。はい。で、そして手札からマホーカードを蘇生を発動します。はい。相手の文字のギガガガギを蘇生させます。はい、大丈夫です。バトルフェーズに移行します。はい。じゃあまずギガガガギ5でダイレクトアタック、はい、もらいます。手数にギガガガギダイレクトアタック、はい、もらいます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。よし、よし、2戦目は勝った。2戦目は勝った。いやー、まあ、そこで1体だからもったいないとか、まずギガガギを破壊したのが良かったかな。結構この状況だと2650ってそう半分以上削れるんで、それで手札に選手の生還あったんで、こいつを蘇らせてギガガギを折っていけば勝てるなと思ったんで、これで勝った。あー、よかった、やったー。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあマッチだよね、もう一戦なので。あ、そうですね、もう一戦やって、はい、今日終わりしましょうかね。はい、はい、どのデッキにしようかな。いや、今のどうでしたか、ちょっと振り返って。うん、そうですね、いや、まあすごい丁寧なプレーされてたなというところでしたね。やっぱあそこで読み渡るように破壊したのがやっぱ良かったかなと思いますけどね。そうですね、はい、結構残しといても結局それで大ダロス呼ばれても困るんで、はい、やっぱ壁残しとくっていうのは相手に生贄のリソースを与えるってことだから、お互いに墓地に行った方が、特にこのデッキだと戦士族手札に加えるとか増援とか結構サーチ多いんで、はい、こっちの方が展開力勝ってるかなと思った時に、相手はそうレベル7のね、ダイダロスがエースなんで、はい、行った時に生贄のリソース残しとく方が危ないかなっていう判断だったんで、はい、なんとかそれが分かったな。はい、じゃあ最終戦デッキどうしようかな。僕ね、昔結構遊戯王をかなりやってた時期はブラックマジシャンのエースにしてたんで、はい、じゃあ最後ブラックマジシャンを使いたいと思います。はい、ではどうしましょう。じゃあ今度は僕がブルーアイズで、はい、いきたいと思います。怖い、ちょっとやっぱりなんかこの緊張してるからの楽しいな。ちょっとこれあんまり大きい声で言えない話なんですけど、ちょっとね、高校の部活中とかにやったりとかもしたんで、授業楽しくなっちゃうんでね、やっちゃうんですけど、一番面白かったのは、大会の、行った時に、大会の空き時間に、共有スペースみたいなところで遊戯をさせてやって、この、はい、もう、いや、今なら遊戯できるぞって言って、今の時間だったら空いてるからできるってやった記憶があって、やっぱ小中高ずっとやってたな。ちょ、大学入って結構忙しくなって、そこまでやらなくなっちゃったんですけど、でもそれでやっぱこう、で、こう、一挙切ってる時とか、すべてが楽しいな。はい。よし、これ勝てばマッチで勝利したことになりますので、ね、ちょっと嬉しくなっちゃう。はい、それではじゃあデュエルから、はい、せーの、デュエル。最初はグーじゃんけんぽい。あー、うわー、これでかい。ここはまあ先行で、はい、行きたいと思います。はい、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 それではドローフィーズから、はい、ドローします。3番メインフィーズに入ります。はい、では、サファイアダルの通常召喚します。高い攻撃力が、でカード2枚伏せて楽しみます。ああ、2枚伏せられたよ。はい、じゃあ僕のターンいきます。僕のターン、ドロー。ではまずじゃあサイクロンで発動します。はい、あ、ごめんなさい、スタンドで取らせて、はい、はい、サイクロンを使ってこのカード返します。はい、じゃあですね、はい、はい、チェーンなしで、はい、強化蘇生です。はい、あうーん、難しいですね。いや、ここだし、1900ね、高いね、そいつね。そうですね、高いな。裏返しベージョンモンスターセットします。はい、これで3円で、はい、はい、じゃあドロービーズ、はい、押します。いやー、じゃあスタンバイ、はい、メインフェイズに入ります。はい、なります。はい、まずそのままバトルで、はい、サファイアドラゴンでセットモンスターに攻撃したいです。はい、キモイドを紹介します。はい、黒キモイドを効果、そしてこのカードはフィールド上から墓地を変えてギリから収録1500以下のモンスターを丁寧に返すのでデッキを紹介します。はい、はい、1500以下のモンスターね、やっぱね、当時やっぱ黒キモイド見てたらやっぱデーモンの召喚みたいなのが主流でしたよね、やっぱ ね、 ね、うん、ビロクスか。何を加えるべきなんだろうな。悩
やましいですね、こういうのってね。お中途選手、リリー。はい、ありがとうございます。大丈夫です。はい。それでは、メインフェーズ2に入ります。はい。カード2枚伏せて、ターン終了です。はい。セカードが多いな。セカードが多いな。じゃあ、僕がいただきます。はい。ドロー。うわぁ。難しいな。もう今、めっちゃ頭の中で勝利の方程式を組み立てようとしている。中途選手リリーを攻撃表で召喚します。はい、ここでなんか人生やっぱ強気に出ることって大事なんですよ。こういう状況で弱気になったら負けるんですよ。ではじゃあバトルフェーズいきます。はい、お中途選お中途選手リリーで相手のサファイアドラゴンに攻撃します。で、攻撃宣言時にあ、そうそう、宣言時、ごめんなさい、はい、攻撃します。はい、じゃあ宣言時、攻撃宣言時、はい、月の書を発動して、お注射天使を裏側にしたいです。はい、じゃあターン、はい、はい、じゃあドローフィーズで、はい、ドローします、はい、スタンバイメインフェーズに入ります、はい、ではそのままバトルフェーズに、はい、行きたいです。はい、サファイアドラゴンで、お注射電子に攻撃したいです。はい、でも先生、破壊されます。はい、はい、それではメインフェイズでこのままターン終了で、はい、ボルタいきます。ドロー。はい、まず、スタンバイフェイズ飛ばして、はい、メインフェイズで、はい、魔導家リージョンを召喚します。はい、大丈夫です。はい、魔導家リージョンの効果によって自分は通常効果に加えて一度だけ、魔法のモンスターを手掛けてアドバンス召喚することができる。はい、これ自身を使っていいんですよね。あ、これをリリースして使っていいんですよね。はい、じゃあこれをリリースして、はい、フォースマジシャンを召喚します。はい、大丈夫です。はい、で、このカードはフィールド上から墓地で加えた場合もそうで、自分のデッキ越から魔法使いモンスター通常モンスターを手掛けて加えると。はい、はい、ここでじゃあ僕はこのじゃあ懐かしい絵柄のブラックマジシャンを切り替えたいと思います。はい、じゃあバトルフェーズにいきます。はい、バトルフェーズカオスマジシャンでサファイアドラゴンを攻撃します。はい、攻撃宣言時は何もないです。はい、でははい、ダメージステップよろしいでしょうか。ダメージステップ、はい、収縮で対象はカオスマジシャンで、じゃあそれにチェンジしたらいいですか。ダミジステップはダミできないですね。ルールはあーじゃあダメだ。くそ、じゃあ返させますね。はい、はい、1200で1900なので700でしょ。はい、これはまずいですね。そうですね、大変です。大変です。はい、はい、それではうわドロビン会話のカード収縮かった。はい、ドロで、はい、スタンバイ、はい、メインフェーズに入ります。そのバトルフェイズで、はい、サファイアドラゴンデータを叩くします。うわぁ、これで残りが1400ですかね。はい、そうですね。そうかな、700と1200なので、そうですね。はい、はい、それではメインフェイズ2で、はい、1枚カード伏せてターン終了です。伏せないでじゃあ僕のターンいきます。はい、ドロー。じゃあ3割飛ばしてメインフェイズ。はい、じゃあルレン、そう、超連を召喚します。はい、召喚時は大丈夫です。はい、はい、予言、そう、超連の効果を発動します。はい、一旦一度カードの収縮宣言し、魔法タープソニックから手伝って1枚選択します。トラップカード宣言し、はい、最初は、はい、あ、違う、こちらで、はい、こちらがトラップカード、トラップカードと、はい、チェーンはないです。はい、はい、魔法カード禁じられた清掃です。
じゃあ、今日だから、はい、ディミニションマジック発動します。はい、それでは、遅延をしたいです。はい。禁じられた清掃、対象は予言装置を受けられないですね。そうですね、効果でリリースができないのでテューダからモンスターを特殊召喚することもできますね。はい、はい、であれ、こいつの効果は、攻撃力が800下がって、超連がこのターンマジックトラップカードの効果を受けなくなります。ターンヘッドですね。はい、で一応終わりでまた攻撃力が戻ります。はい、はい、ではドローフィーズ落とします。いや、平成感でそうだと思う。マジで今のミスプリだ。まあ、どの道どこかでもらってしまうので、まあそうですね、回避はできなかったかなというところです。そうですね。それではそのまま、はい、メインフェーズ、はい、モンスター引いたのでマスカドラゴンを召喚します。1400ですか。1400です。はい、バトルフェーズで、はい、サファイアドラゴンで超遠に攻撃したいです。ああ、若干で受けましたでしょ。はい、そしてマスカドラゴンでダイスワークしたいです。負けました。くそー。あー、いやちょっと、いやちょっとどうする。めちゃくちゃ危なかった。いやそう、なんかあんまそう事故ってる感じだった。これちなみになんですか。サイクロンです。サイクロンか。あー、サイクロンか。それなのでまあなんか1枚くらいバックがあっても決めれましたかなというところではあったんですけれども、お注射とね、お注射天使リリー、お注射天使リリーは月の書ですね。裏返しですね。月の書で、はい、そのタイミングでこれ使えるでしょ。あ、そうですね。チェーンでディメンションマジック打てれば、そうですね。それあれは対象を取る効果だから、はい、かわして、かわして、そういうドラゴン破壊して、破壊してにした方が良かったかな。まあ、そうですね。こちらの手札的にはそれをやられると、まあ、かなり失敗した。いやそれだ。ちょっと、いや、なんかその守りの一手で使おうと思えなかったんだよな。なんか こいつはやっぱ最後連撃でとどめを刺そうというところで仕切ったのが良くなかったな。やっぱ、いや出し惜しみしててやっぱダメなんだな。そう、いやそうしてたらかなり多分そうですね。そう、結局サファイアドラゴンの攻撃力上回ってなくてってことだから。はい、そうです。そして普通熟練のプロ魔術師とかを召喚して攻撃するだけでも結構良かった。そうですね。リリーは結構この4000っていうライフだとかなりリスキーなカードで、うん、まあ1回しか効果使えないので。そうですね。なのであんまりこう通常召喚してそのまま効果っていうのはあんまり言いたくないなっていうのは、あー、なるほどね、個人的な印象としてはありますね。普段じゃあそのなんだろう、こう手札に持っておいてこれからマジックで使う。そうか、まあそうだね。そう、2000払う。そうだね。もしこれで通ったとしても返しで絶対使えないので。そうか、確かに。そうか、ね、返しで使えない。400ボッタチがかなりしんどい。4000だとかなりしんどいので、だからもうキーとして手札にもこいつを組み合わせるとか。そうですね、置いておくとか、あとさっきのウィッチだと、まあ、ディメンションマジックもあったんであればブレイカーとかにしておいて。そうか、相手のバック破壊してからディメンションマジック。ああ、確かに。そうか、ブレイカー、そう、ブレイカーの攻撃力1900になってもこいつ倒せるなと思ってやめたけど。そうか、そうです。そうか、そうだよね。はい、結局自分の地っていうのは伏せカードかっていうところがあるから、はい、うわー、はい、いや、本当ありがとうございました。ありがとうございました。あの、ちょっと今日ね、一緒に敗で負けてしまったんですけど、本番まだ、時間あるので、本番までに、まずは、やっぱ、色デッキずっと、まあ、自分で、まあ、見てというか、かなりカードを把握して、特に伏せカードが何かっていうのは覚えておくと、絶対、今これも使ったから、これ来ないとか、逆にこのデッキにはこれ入ってなかった。確かこのデッキにだけマジックシンダー入ってるんじゃないですか。あ、そうですね。そう、やっぱマジックシンダーは絶対来ないから、みたいな。それ、いらぬ心配がなくなるんで、やっぱ、そういうところでちょっとクイズのクラシさを出して覚えて、ぜひ勝ちたいなと思います。本当に先日までアドバイスいただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでね、今度大会に出ますということで、皆さん応援よろしくお願いします。そしてね、遊戯王まだまだ熱いので、ぜひぜひ皆さんもね、これを機にね、自分の家に眠っている遊戯王カード出してみたりとか、新しいデッキ買ってみたりとかできていただけると、遊戯王、まあデュエルスですかね、デュエルスとしては非常に嬉しい気持ちですよね。はいということなので、ぜひぜひ皆さんも遊戯を楽しんでいただけたらと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャンネル、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。それではさよなら。